い、皆さんこんばんは、日曜日の夜9時が回りました。ダレちゃん日曜日ではなくてダレちゃんプレミアムですよ、ナフガさん。ダレちゃんプレミアムですよ、ナフガさん。また作りますわ。だからタイトルもいい加減なテーマと適当なトークショーではないので、すでにしっかりしたテーマでカチッとした話をするので、ダレちゃんプレミアム、どうも皆さん、はい、こんばんは。今日もですね、1時間私のお話に付き合っていただければというふうに思います。ダレちゃんプレミアム、ね、何やんの。今日はもうタイトル出てますよね、こっちか。春秋時代ということで、文芸春秋時代。文芸春秋時代ね、ありますよ。さっき言ってた、さっき言ってましたね。一応前回の三国志の魅力のまあリベンジを兼ねてですね、ちょっと三国志ネタでもう一回行こうかなと。リベンジも減ったけどよくわからんくなった、ね。なんかちょっとわからなかったというか、ハンガーさんの意見があったんで、まあやるんですけど、結局三国志の中でじゃあこの辺から攻めていったら、中川さんも興味を持ってくれるかなっていうふうに探ってたらですね、もうちょっと前の方の時代から探った方のが面白いんじゃないかということで、皆さんにも馴染みの深いこの春秋時代というところを取り上げます。すいません、馴染みないですよと思うでしょう。実は馴染みが深い時代です。特に我々昭和時代にですね、こう学校教育を、中等教育まで受けている者にとっては、大変馴染みのある時代。あ、そうなんですか。この春秋時代を。で、今回はこのスケッチブックというのを登場させました。すごいですね。普通ですね。普通のスケッチブックです。ただ、このスケッチブックがないと、はっきり言って、とても今日の話がまとまらないので。この前の三国志の時間で分かんなかった、ね、結局僕の言ってる言葉が分からないっていうところがあったので、やっぱり視覚で訴えてこそ、せっかくねカメラ映ってるんで、じゃあということで、まあ、やってみたいと思いますけど、はい、じゃあペロリとめくりますか。はい。今日初めてなんでね、うまくいくか。じゃん。はい、はい、こんな感じですね。まあ横帯ですけど、まずこの春秋戦国時代ということ、一言言って、春秋時代がどうなのかというところで、誰かくちゃん、誰放送中、あ、どうぞ入ってください。はい、はい、どうぞ。まあ中国の春秋戦国、もちろん春秋時代なんで、中国の昔の時代になりますけど、どれぐらい古いかっていうのをこれ並べてみましたね。こっちから古い順です。夏、殷、周で春秋戦国で秦あって漢。冬がないんですけど。あ、冬ありません。あ、そうですか。冬という名前の国はないので、でこの前話した三国志は漢があって、これ前漢ですよね。あれ五漢の終わりの方なので、じゃあもっとここです。ここの欄外、欄外になります。で一応どれぐらいかというと、BC 紀元前の、これ AD になってますけど、これ BC ですね。紀元前の770年。はあ、AD、BC、 AD はあれだよね、違うよね、これ俺間違えてるね。 BC だよね。 BC770 年、はいはい、紀元前でやって、だいたい500年間ぐらい春秋戦国で、ちなみに一番下の階になりますね、日本はまだ縄文時代です。あー、なんかね、間抜けなことに、なんか文体が昭和の中期のラーメン屋のメニューにしたみたいになっていう人がいます。いいでしょ、これわざとです。あ、わざとなの。僕マジック使うとこんな時代になるんで。あ、そうなの。昭和ですけどね、春秋時代とかになります。で一応この下の括弧で書いてあるのがありますよね。例えば陰の下、下これ小って書いてありますよね。これし、はあ、そうなの。で州の下はこれ西の州、はい、これ日本人で西天音さんという人いますけど、西天音って書いてあるわけじゃなくて青州と読んでください、はいはい、で春秋のところは東州という読み方になってますね、はい、じゃあ何、春秋って東州なの。東州で戦国、秦、漢となってますけど、はいはい、これ意味があって、ほう、この春秋時代っていうのはあくまでもその時代が春秋時代という時代区分です。ただ、王朝名は東州という王朝になります。あ、じゃあ何、東州時代のどこが、うんうん、まあ、なんつの、呼び名として春秋時代。春秋ってわけでありますね。実際に王朝は東州になりますので、で、その前の州というところが逆に東と言ったら、あえてこっち西、青州というふうに書いてますけど、別に青州って書かなくてもいいんですけど、書いた方がより今からの説明が分かりやすいので、じゃあこれで言うと、こう州っていうのが青州と東州となるということは、結局この段階で乱れたってことですか。そうなんですよ。あ、実は国が乱れた、陰州と王朝が来て、まあ、はっきり言って陰と州の間に革命が起こって、州の王朝が立って、ずっと長く行ってるんですけども、やっぱりここでちょっと問題が起こってしまって、
で、その問題はまたこの前と同じパターンですか？え、なぜならこの前と同じパターンのきっかけがここだ。この陰と衆が変わるところがきっかけだからです。あ、ここがね、一応多分オリジナル陰と衆が、あ、陰の最後の王様が徳がなくなっちゃったので、うん、あのどうにもならなかったので、うん、衆の最初の王様がこれを革命で打って、うん、はいはい、で自分で王朝を開いたと。でそれをやった後に、うん、きっとその前もそうなんだろうと言って、うん、もっと古いここのやつもそうなんじゃねえのかっていう。はあ。だから基本的に王朝の一番最初の人は英雄なんですよ。やってるやってない関わらず。もうパターンとして全部そう。はあ、ただ、この陰衆の後ぐらいから、ちゃんと歴史書ができてくるので、うん、文面に明文化されてくるので、うん、証拠ができてくるんですよね。はいはい。で、証拠ができてくるのもなおからず、うん、一応ガイドラインとして、うん、悪かったのを倒して自分が立ちましたというこの革命、液性革命理論はずっと残ってるので、ああ、これ本当あのよくあるじゃないですか、歴史ってこう繰り返す、都合のいい部分だけしかこう、うんうん、か書いてなかったりとか、うん、あの次の、はい、政権、はいはいはい、うん、あのそういう風に全部がこう消えちゃったっていうことはないんですか？これが日本と中国の違うところなんですよ、はあ、まあ性格の違いでしょうね、はあ、中国人は逆です、はあ、何もかもそのまま書かなければダメなんだと、はあ、これも春秋時代にある逸話でありますけど、はあ、要はあのもう来週話すつもりだったんですけど、うん、あの部下が王様を殺しました、うん、はい、でその時に歴史を記録する記録官っていうのがいるんですね、はあはあ、記録官にこのことは書くなと言うんです。はあ、書くなと言うけど歴史官はもし書いたらお前殺すからなって言っても、はあ、それでも私は書きます。ほう、なぜならそれが私の務めだからです。かっこいい。これぐらいなんですよ昔の中国の官僚は。だから日本の、はあ、今言うあの日本書紀が書き換えられてるとか、はあ、偽物だとかあれよりはよっぽど資料的な価値は高いんですよ、はあ、ただその高い中でもパターンがあって、はあ、このパターンに載せるということ自体は嘘だけど、はあ、人物像とか何かは事実。きっとこういう関係性とかパワーバランスで、はあ、あるパワーバランスで革命が起こったんだろうけど、はあ、方法論に関しては信用できる部分と信用できない部分がある、はあ、で信用できない部分は何かというと昔と一緒のパターン、要は女に溺れた、はいはい、ね、政治を顧みなくなったっていうのは、はあ、ずっとこの500年1000年以上前から続いてる同じパターン、はあ、でもそこに出てくるじゃあ誰がそうさせただとか、はあ、誰が絡んでるかっていうのはその時代で合ってるんで、だから名前とかは確実に合ってるんですよ。犯人は誰っていうのは分かるんです。ただやり方は昔のままを書くんで、本当かどうかはそんなにひどかったのかっていう、うん、本当はそんなにひどくないんだけども、うん、やっちゃった後で数字を1個0足してんじゃねえのかみたいなね、殺した人数の数とかそういうのはありますよ。あ、なるほど。じゃあ何があったかというところですね、うん、はい、時代はですね、はい、この青州の州の時代の第12代の王様、はいはい、これ幽王と言いますけど、はい、この人の時に事件が起こります、はあ、この人がですね、はあ、まあ、パターンですよ。長田先週聞いて分かりますよね。もう女にうつつ抜かすとこの宝珠というですね、はあ、美女に続婚になります、はあはあ、で、はあ、なった結果、はあ、どうなるかというと、はあ、既に決まっていた皇后を変えます、はあはあ、皇后を変えるというのはどういうかというと後継ぎとして決めてる皇太子を変えます。え、そんなのありなの？王様は何でもできますんで。で、そうしたら、どうなるかというと、その奥さんの一味が、はいはい、え、何の不手際もないのに、あれもないのに勝手に変えてどういうことって言って、反乱を起こします。起こす。反乱を起こした結果、どうなるかと、王都を蹂躙してしまうんですね。王様がいる都を。で、結果、幽王死んじゃいます。ちょっと待って、王都を蹂躙？どういうこと要は、うん、王様のいる都、日本でいうのは平安京、京都をめちゃくちゃにするんですよ、この不満で。いや、不満でめちゃくちゃにするって反乱を起こすってそうことを考えればいいの、ええ、反乱を起こしました。クーデターを起こします、うん、ところがクーデターがなぜか進まうまくいっちゃうんですね。で王様死んじゃうんですよ。あら、ま、でこれには死んでしまうわけがあります。ほう、この宝珠という人なんですけど、これ横書いてありますね、うん、笑わないんですよ。ほう、笑わないので、王様はでも大好きだから、うん、何とかして笑わせたい、はい、で、いや、あらゆる手を打つんだけども、うん、笑わない、はい、で困ってた、うん、そんな時にですね、たまたまあの、うん、外敵の侵入を防ぐのろしが上がるんです、うん、でそれを見て慌てて、うん、その
諸侯が集まってくるわけですよ。都に大事が起きたからって言って集まってくる。間違いだったんですね。はいはいはい。で間違いで、じゃあ俺たちどうすりゃいいのみたいな。なんで中国広いんで何日もかけて来るわけですよ。はいはいはい。周りからガーッと集まってね。うん。で来たら、いやごめん間違いだったみたいな。ってなってるところを見て皇子が笑うんです。初めて笑う。はい。で王様感動しちゃって、ああ嬉しい嬉しい、うん、また見たい、うん、申し上げます。あいたー最低やな。でまた集まってきますね。なんじゃなんでまたかなーってくるんです。嘘ですよみたいな。王子笑います。ああもう余裕終わってみんな帰って。狼少年もうこの繰り返し。あそういうことやっとるわけ。やっとってこのその娘であるね、うん、皇后を配されちゃったお父さんのこれ信仰っていう諸侯ですけど、が、あのその来たらまずい外敵と組んで、はい、まあ、これモンゴルの遊牧民族ですよ。外敵と組んで王都に来るわけです。で攻めるから王様もいかんって言ってバカめにのろしをあげろと、みんなを呼べってのろしをあげるけど、もうその時すでに遅しで、みんなはどうせまた宝珠笑わすためだろうっていうことで誰も来なかった。あいたー、もう本当狼少年そのまま。で誰も来なかった結果死んじゃった本人。あらわ。で死んだ後に死んじゃうけど、うん、あのそこでこの殺した方が王朝を建てるわけにはいかないんですね。ほう。この頃はそこまでそういう考えがないの。ほう。じゃあどうしたかというと、生き残っている二人の王子がいたんですけど、はい、二人の王子をこうそれぞれがバッと持っていくんですよ。でこのこっちこれ難しい感じですけど、これ後継と呼びます。これが元々の王と。ほうほう。でこっちにこの慶王という王子を一人であって慶王という王様を作ります、はい、で逆に逃げてその東側のこの洛雄というところにもう一人王子を立てて、これ平王なんで即位させて平王となります。これで2つ今王様がいる状況になっちゃって、息子2人を使ってね、はいはいはい、要は混乱に乗じて自分が外戚となって権力を振るいたい人たちが二手に割れちゃったんですよ。ほうね。ここにはあの奥さんの、旦那さんはこっちです。平王の方です。あこっちか。そう、ほんほんほん。このどさくさに紛れて王子を引っ張ってって、自分のより領地に近い洛雄という東側に移動させて、ここで即位させて平王を取ります。で残されたこの後継の都の方で慶王、うん、慶王が即位してこっちでも作ります、うん、ところが当時の中国の理論としては、天に2つの太陽はないということで、隙を見てこっちが滅ぼしたわけですね。あなるほど。で結局、都がこっちになるので、うん、東に移るので、まあ、当選するわけですけど、うんうん、東に移るのでここから東州と呼びます、うん、東の州なんです。でそれまでは東の州の洛雄の都から見て西に都があったので、うん、今までのを西の州、うん、西州、はい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 。で自分たちは東に移ったから東州。でちなみにその移った洛雄、洛雄似てますね、洛陽に。洛陽、はいはい。こっちの後継、これ今の西安、長安、はいはいはい、ってことは、でこの2つってよく中国の歴史出てきますよね。要は京の都、長安、はいはいはい、三蔵法師の時、ね、でその漢の時代、劉邦とかなんかは洛陽の都ですよね、はいはい。実は今から500年、三国志の時代から800年ぐらい前からもうここ都なんですよ。古いな。古い。で、日本人の感覚が平安京が都であるじゃないですか。あれ平安京になんで決まったかわかります？え、平安京に決めたってそこに都作ろうねって言って作ったんで、その前平城京ですよね。はい、平城京。日本の感覚としては、元々の日本の宗教って汚れの宗教じゃないですか、だから天皇が死ぬと都変えたんです。汚れてるからね、それを繰り返してるんですよ。だから実際には藤原京だったり、他のは飛鳥京だったり、ちっちゃい都がいっぱいあって、で結局それでは経済的に悪いだろうということで、高級的な都として平城京ができて、はあ、でそこから今度はあの例の坊さんのね、坊主の勢力どうこうで、ああいうものの政治的な絡みがあって、平安京に、山城の国に平安京を作るわけですけど、実はもう一個の理由として、都は変わらないっていうのが文明の証なんですよ。ほう。汚れてようが、はあ、汚れてなかろうが、王都は変わってはダメなんです。王様のいる都はね、王都、首都が変わらないので一緒。
だから中国は変わらないんですよ、この時代から。もうこの2箇所。ただ、始皇帝の時に関与ってちょっとずれるんですけど、はあはあ、長安と。あれ特殊な例ですけどね。はあ、なんで特殊かもあれ説明しますけど、はあ、その時に、はあはあ。だからこの2点がどの時代でも大体そう。で、最悪時代が下ってきて、北京に落ち着きますよね。ああ、北京に落ち着いた。うん。で、北京は違う。北京はもっと東になりますね。北の東の上に上がりますよね。はあはあ、あれは元のモンゴルの関係もありますけど、あれはあの、上の方の、うん、あの、ほら、何民族、満州族か。満州族の関係があってあっちの方になってくるんですけど、基本的にはもう中華の都はこの2カ所なので、うんうんうん、結局そうから見ると日本は野蛮だと。日本人が思ったわけですよ。うちらは野蛮だと。中国で遣唐使とか遣隋使も送るようになってるから、で機関人も来るから、はいはいはい、大陸と交流が起こる中で、うん、高級的な都がないのは、はいはいはい、ちょっとかっこ悪い、はい、っていうんで作りましたね。ほう、作りましたね。その平安京とか平城京をね設定しました、はいはい、でだけど今これすごい紀元前でしょ。そう、紀元前だよね、うん、だけど日本まだ全然あるでしょ。だからこの頃からも中国は歴史書が資料があるので、はあ、要は日本でいうとその時代でいうと吉備の真備だとか、はあ、そうしたらこの時代の歴史を勉強するわけですよ、天武天皇とか、はあ、それでこれではまずい、うん、ちょっとかっこいいな、うん、そうそうそう、ね、なんとかしようみたいな感じで、はいはいはい、でやっていくわけです、はいはいはい、という感じで、まあ、この2つは覚えておいてください。楽に言うと長安がね、はい、でなりました。じゃあこれで春秋時代が幕開けです、うん、はい、これですね、春秋時代幕開けました。王朝は東周、ね、はいはい、で春秋の語源です。これは、うん、当時生きていた孔子さん。あ、孔子ってこの時におったの？この時代、この時代、うん、孔子が書いた春秋という書物から取ってます、はいはいはい、春秋時代。ほー、ほいほいほい。でこの頃書かれた書物はだいたい春秋なんとかって名前後ろにつくんですよ。みんな孔子の頃に習ってるんで、でただ僕はこれね、昔なんかの本で見たんですけど、春秋ってあれもこれもって意味がある、うん、はあ、要はそうなの、春から秋まで、要は1年のうちの春から秋までのことを集めてるんで、春秋っていわゆる百科事典的な意味合い、うんうん、何でもかんでもって意味があって、結構いろんな網羅してるよっていう意味で春秋っていうのを、うん、確か孔子がそれでつけたのかなんか知らないけど、うん、なってて、そのタイトルからその時代この春秋になりましたね、うんうん。で、まあ、どんな時代なのかというと、はい、さっき言いました、その結局、幽王が、ね、バカなことやって殺されて、はいはいはい、平王が立つけど、あの、楽遊で即位した平王も、うん、自分が力があって王様になったわけではなくて、はいはい、結局、母親のお父さん、うん、おじいさんから、義理のおじいさんに建てられた王様なので、あんまり力がない。はい、で、結局、中王室というのは、東周王室は、王の称号を除くと、他の諸侯、私とあんま変わらないんですね、うんうん、で、他の国々の諸侯、いわゆるのろしで集められちゃったような人たちも、はいはい、自分のとこに帰ればもう独立国みたいな感じ、はいはい、を取ってるわ、国家の予想を取ってるわけですね、うん、だから僕らがイメージするその漢なり秦なりみたいな一個の、うん、中国帝国というわけではなくって、はい、三国志のもっと細かい版、うん、いろんな国がもうあの大きい大陸の中にいっぱいあるみたいな感じの状態なんですよ、うん、ただし、うん、ここにも書いてあります、腐っても周王室なので、はいはい、何が違うって言ったら王様と名乗れるのはこの人だけなので、はいはいはい、あとは王様から諸侯としての位、はいはい、あれ知ってますよね、釈号、釈号、伯爵、子爵、男爵、あれをみんなも公爵、伯爵か、あれをみんなもらうわけですよ、うん、だからあくまでもそれをやれる権利があるのは王室だけなので、うん、その周王室があると、うんうん、だから自分たちは王室よりも力を持ってるけども、一応建前としては王室を建てなきゃいけない。はい。これ考えが、儒学でいう尊王攘夷です。え、尊王攘夷ってや、聞いたことありますよね、中川さん。聞いたことありますよね。尊王攘夷って言ったら、あれどこですか？もう、新選組。そうそう、明治維新ですね、尊王攘夷。そう、あの言葉の語源はここです。この儒学であり、そう、儒学の儒学がある種、尊王攘夷。ただ、ここにも書いてありますね。はい。こっちこっち。尊王攘夷、はい。字が違います。日本の尊王攘夷は、能の字が天皇陛下の能ですよね。ああ、そうか。で、このオリジナルの尊王攘夷は、ただの王です。これが違う。このただの王っていうのは、周王室のことです。で、尊王攘夷、日本の能の字の方は、あれは天皇陛下のことですね。はいはい、はい。これはわざと変えました。あ、幕末の時に、水戸。
はいはい、水戸藩で水戸学っていうのが起こりますよね、朱子学嫁が、うん、あの中で尊王攘夷をやった時に、うん、この元々の王様の方では、うん、をわざと天皇陛下に変えてより具体的に誰に対する尊王攘夷なのかっていうのを植え付けた、はいはい、うん、あそうな、うん、だから逆に言うと日本の幕末もあれ似てるんですよ、日本の今までの流れに。要は天皇陛下という絶対的な王室があって、うん、そこに各政権がくっついて、うん、まあ、うまくそれを盛り立てながらやるという立場で、あくまでも王室には権威しかなくて、はいはい、軍事力なんかはあんまりないみたいな想定が、それがこの春秋時代の特徴なんですけども、うん、そんな中ですね、はい、その武力を、はい、武力を、要は国同士があれば、うん、まだ時代も人間そんなに育ってませんから、はいはい、変化が起こりますので、なんとかせありますね。そんな中で出てくる存在がこれです。覇者。覇者という。まあ喧嘩に強い人。そう、まあ字の通りだと、まあ覇の者ですね。これ覇道のものという意味ですけども、うん、まあどんな人かは隣に書いてありますね。王室に代わり、はい、改名を主催したり、他の諸侯たちの仲裁役。はあ、でこの時に自らの威信を示すイコール軍事力がいるわけです。あで。参加しない、はいはい、改名っていうのは要は集まることです。はいはいはい、要は幹事です、はい。みんな集まってくれ。はい、でみんなで決め事決めよう。集まってくれ。って言って、集めれる権利を持ってる人が覇者。っていうか力を持ってる人が覇者。まあ簡単に言うと、おいでよって言って、今回あったらやっつけるよっていう。うん、ただ、覇者だけではやっつけようがないんですよ。ここに関わってくるのが、下に青字で書いてあるもんね。あくまでも州王室の権威を使う。あ、つまり、州王室にちょっとあいつちょっと気に入らんで、要は僕が呼んだんだけど、僕が呼んだということは、うん、王室が呼んでるんだよ、え君それに来なかったよね、じゃあ王室の名において逆らっちゃえ、うん、逆らっちゃダメで、ベーン、あそうやっていじめで王室の方から、うん、そうやってくださいとは一言も言いません、言えないから勝手に覇者が全部やるんですよ。なるほどね、うん、でこの改名のやり方というより、改名はね、手順というのが残ってます。こう。で、改名という意味合いは、これ、共に力を合わせようとする人たち、あるいは結束を維持しようとする人たちが、一箇所に集まって、誓いを立てること。これを改名と言います。で、この改名をいちいち、覇者になりたい人が、これでしょ、なりたい人が、一応声をかけます。で、みんなが集まって、改名が成功すれば、その時からあなたは覇者。これが失敗する場合があります。はい、要は、やだこったべーって言って、周りがそっぽ向けば、ただ恥をかくだけです。はだから、よっぽどの自信と力がないとやれないんですね。やれない。と思いながら、この春秋時代に書かれた一級資料、春秋差し伝という、のによればですね、紀元前722年から、はい、紀元前468年まで、紀元前だよねこれ、この250年間およその間に、なんと216回も改名を行われてます。無茶なっていうことは、ほぼ毎年1回誰かがみんなを集めてるんですよ。だけどそんだけに集めるっていうことは、やだべーっていうの多いんじゃないですか。いるんですよ、いるんですよ。で結局、うん、その言葉と文章で約束を交わすだけのことの、まあ、誓いの一言があって、成文の成と言いますけど、はいはい、一応生贄を使うんですね。は昔の方々なんで、牛とか馬とかヤギとか豚とか、で生贄を作って犠牲を伴うものが命です。この改名の命、いわゆる同盟の命の意味です。ほう、同盟の命というのは口約束だけではダメなんです。だから軍事同盟は書物でサインをしますよね、うん、あれ口約束だけだと同盟って言っちゃダメなんですよ。おあ、そういうことですか。で一応穴を掘って、うん、牛一頭用意して、例えば牛ならね、穴掘って、うん、ここで耳を切り落とすらしいです、はい、いやいやいや、でそこから血取るらしいんですよ、はい、いやいや、でその血と、うん、みんなその集まった諸侯に分けて、うん、そこで板に誓いの文書、例えばみんなして誰々誰々を、はあ、覇者として認めて、それに我々は従いますみたいなことを書いてやって、その血をすすります。で、その口にすす、みたいな、うん、すすった血が乾かないうちに、その誓いの文章を読まなきゃいけない。あがが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 がって言わなきゃいけない。はあ。これが改名、改名の儀式。へぇ、こんなもん、
あれなんですか、紀元前にやってた。で、これの、うん、これが語源になってできたこと、日本語が牛汁。牛汁って牛の耳って書くでしょ。牛の耳とか。これはここからです。へぇー。牛の耳をこうぶった切って。要はみんなを牛耳いますよね。牛汁の牛汁はここです。あ、別段こう、牛の耳をこう掴んでこう持ってくると牛がこうついてくるっていうわけではない。どういうわけではない。それやったら危険ですからね。あのかなりやばいんで。うん。うん、あのなんか大河ドラマの清盛では朝廷を王家と言い続けています、ね。そうです。これはあの王家というのは天皇家のことなんですよ。ああ朝廷と言っちゃうと摂関家も入っちゃうんで。あ、それだけのこと。そうなの。僕ら勘違いして朝廷イコール天皇と思ってるんですけど、うん、朝廷っていうのはもっと複雑な組織なので、あそこには藤原摂関家がもちろん絡んできますよね。だから朝廷って言ったら平家も朝廷になっちゃうんですよ。今もう公卿になってますからね。はいはいはい。うん、あ、そうなの。はいはい。で、この覇者ですね。はいはい。要は何もかも自己中なんですよ。実は中央室の権威を借りているけども、はい、全部自発的にやってること。はい。これはなぜかというと、うん、この覇と覇者というのが、うん、覇道に基づく支配を持っている方がある。覇道、中国の政治のやり方は、うん、王道と覇道というのがあります。王道って言葉よく聞きますよね。コーヒーでも王道ありますよね。王様の王に道、王の道、王道ですよね。あの王道の対義語が覇道です。対義語ってわかります？熱いに冷たいですよ。わかりますよ。これ、まあ、覇道。ちょっと待って。王道っていうのはまあ大体正しい道だな。王道というのはですね、うんうん、徳と礼を持って祭り事を行うことです。だからみんな喜んでついていきます。徳分でついていきますからね。あ、ちょっと待って、それネタしよう。ちょっともう一回言ってくれる。何、王道というのは徳がなきゃダメなんで。あ、徳と礼ですよ。礼ってのはこの時代かなり基本、礼、いわゆる道理ですね。あ、道理、うん、徳分ってのはその人が持っているものなので。あ、人格的なもので、礼というのは学ぶことによって身につけることができるもので、礼儀作法で。じゃあ簡単に言うと、コーヒーの、王道というのは、うん、まあマナーと覚えてもいいですね。礼は、うん、あ、礼はマナーか。マナーと。あ、マナーじゃない方がいいな、うん、マナーだとこうコーヒーを教えるところはいけない。今は徳の部分でいっぱい攻めればいいですけどね。あ、徳でね。で、うん、逆に武力を持って、はい、人を祭り事をやろうと思うことがハードです。だから、あの、渋々従ってる人もいますよね。で、この波動が強くなるから世の中揉めるんです。あ、じゃあつまり、宇宙戦艦ヤマトが波動こうっていう。違う、何が ね、そこまで滑らせたい。ごめんなさい、なんか硬いのもこれがそう、はいはいはい。で、面白いことに、はい、例えば他見てる人で歴史に詳しい人がいると、はい、もっと時代が下がりますけど、漢の前の、うん、秦の末期の関羽と項羽と劉邦が、うん、あの争いますよね、はいはい、その時に結局劉邦が関羽を作るじゃないですか、うんうん、項羽負けますよね、うん、でも項羽はちょびっとだけ天下を取るんですね、うん、実は、うん、歴史に年表に載らないぐらい短いですけど、うん、その時に王侯を名乗るんですよ、うん、その時に自分の生まれた土地を取って、うん、清楚の覇王、西の祖の覇王と名乗るわけです、うんうん。この覇王には項羽のすごい思いがこもってて、自分は強いんですね。めちゃめちゃ武力に強いんですよ。で、武力でもって王になったので覇王とつけたんですけど、覇道と王道を合わせ持った人間であるという意味合いもあって覇王と彼はつけました。もちろんそんな人物ではとてもないんですけど。あ、そんな人物ではない。そうそうそう。で、この間基本的な名前の付け方は始皇帝にも当てはまってくるんで、はあ、うん、あの2つのものをくっつけちゃえっていう感覚はね、これ中国人好きなみたいなんで。あ、なるほどね、まあそんな感じで、とりあえず覇者という存在、はいはいはい、で歴史上、うん、この覇者というのがですね、さっき言いました216回やってますけど、はいはい、じゃあその数だけ覇者がいるのかというと、はあ、いません、はあ、ということは解明は行われているのに覇者になった人間は圧倒的に少ないんですよ。あ、つまりみんな無視した。そう、集まりきらないというか、集まっても規模がちっちゃい。ね。そんな中、一応人数数えることができます。はい。それがこれ。春秋五波と呼ばれる。はぁ。これだけで、いわゆる四文字熟語みたいな感じです。はい、はい。春秋五波。これは、春秋の中の五人の覇者という意味なんですけども、はいはい、この五という数字で意味はありません。五人っていう意味じゃねえの？いや、五人なんだけど、ベスト5でもなければ、はあ、
そういう語ではないんですね。ほう、この語というのは中国的に言うとマジックナンバーなんですよ。マジックナンバー、中国のマジックナンバー、ラッキーナンバーは5。昔はね、はあ、要は五行節ってありますよね、はいはい、六花土金星、要は月曜日火曜日のあれ、うん、あれが5でしょ、うんうんうん、で一番昔の陰よりも前の時代にいた、うん、いわゆる王道で世の中を、うん、民を治めていた人たち、うん、これが三皇五帝というんですよ。要は3人の伝説の人がいて、5人 の、 あの皇帝がいるんですね。皇帝と言われる帝がいるんですね。その5と語呂が合わせてあるだけです。だからあまり5という数に意味はないです。まあ、強いてあげれば5人は上がるよねっていう感じ。ああ、そういうことね。うん、で、その何人間は具体例はというと、下にこの青字で書いてる方々、はっきり言って漢字が難しいです。読めません。はい、日本の常用漢字はほぼないんで。え、これまあ、姓の、これ前が国です。姓という国の漢公、秦という国の牧公、宋という国の上公、で、秦の文公、で、その宋王、で、今度、五王、公領と読みますね。で、越王、公仙、で、五王、夫佐。まあ、これ年代順にほぼなりますけど、はいはいはい、で、まあ、これだけで7人ぐらいいる ?1、2、3、4、8人か。8人いますよね。うんうん、ただ、8人で五派じゃないですよね。これも完全歴史に名前残ってるしですけども、で、このうちの赤丸で囲った3人、はい、姓の漢公、秦の文公、はい、その宋王、これは諸説いろいろある中で必ず選ばれる3人です。だから鉄板。あ、この、この3人は絶対入る。だから、春秋三派となればこの3人。当選確実。で、残りのメンバーは限りなく覇者に近いかもしれないけど、いろいろな面で分析すると、うん、チャチャが入れれる人たち、うん、この3人は逆にチャチャの入れようがないんですよ。今ちょっと、はいはい、窓際君がですね、ええ、非常に分かりやすく、解説してくれてましてですね、うん、ものすごく乱暴に例えると王道イコールアンパンマン式、波動イコールバイキンマン式ということでしょうか。これはどうですか。なんかすっごいもう何こう土俵際ギリギリの解釈です。あ、これダメ。乱暴なんてもんじゃないけど、乱暴とか乱暴どこまで乱暴っていう感じの乱暴のあれですよ、ね。これはちょっとニュアンスは間違これちょっと多分試験で書いたらニュアンス間違いだよね。なんかこれね波動の方が問題なんですよ。あ、だけど、あ、バイキンマン弱いもんな。うん、とか、バイキンマンはね。バイキンマン弱そうだ。うん、アンパンマンは何となくわかりますけどね。うん。で、これは、はい、三国志で言うと、うん、いわゆる三国志演技でね、はい、言うとわかりやすいですね。王道は劉備で、波動は曹操ですよ。あなるほどね。わかりやすいでしょ。じゃあ、あっちは、もう一つの方はどうすんのよ。三国あるじゃないですか。王道と波動って言って、だから孫権はどっちに都合のいい時にどちらにつきますよね。うん、うん、そんな感じ。ああ、うん、じゃああれはまあこの場合は関係ない。うんうん、要は2つでは話がつまらんでしょ。うん、あ、おまけ。おまけおまけ。3つあった方が三つどもえの状況は作れるでしょ。三つどもえのがね。三つどもえのが面白いでしょ。うんうん、あ、そりゃそうだ。そうそうそう。うんうん、これは？それから織田信長と、うん、徳川家康が結んだ、清須同盟では牛という字を書いた、これは誓い紙？聖紙、うん、聖紙を聖紙を三分して、三等分して、うん、水野信元と一緒に飲んだそうですが、思いついただけです、うん、ね、このどういうこと、あ、一緒に飲んだって飲み会やったってこと？じゃあ多分ね、あの床なんかに紙を破って入れて、それをみんなで飲んじゃったよって言って見せ合うんじゃないの？水野これ紙を飲む。そう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 。はあ。でこれは家康がこれを知ってるからですよ。はあ。家康って結構頭良かったんだ。じゃあだから日本の幕府を開いた人たちって、うん、みんな中国の歴史は暗記してるぐらい読んでるんですよ。特に家康は顕著なので、はあ、だって基本的に家康がやったことは源頼朝のやったことと、それプラス信長の考えてることをやって秀吉の失敗例を排除したパターンが江戸幕府なので、じゃああれじゃないですか、家康パーフェクトじゃない、パーフェクトなんですよ、あに自分からなってってるんです。だからもう歴史上今確認されただけで、歴史を学んでる、よく学んでるなっていう人は、うん、天武天皇とこの家康は確実に歴史を、はい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 、はい、うん、まあ勉強から学んだだろうと、うん、じゃあ歴史を学んだ鉄板ですね。そうです、鉄板。あ、なるほど、はい、わかりました。
で、この3人、はい、じゃあこの春秋五波、今でも言葉が残る春秋五波、どんな人たちだったのかというところを今から話をしていきたいなと思うんですけど、じゃん、バン、次、清の観光、これも二つ名が第一の覇者と、第一の覇者、この人が初めての覇者です。1個目、1人目、1人目、もう1個、ナンバーワン、パイオニア、はい、で、何で有名かというと、これ漢方の交わりという故事で有名ですね。あ、すいません、漢方の交わり、知りませんか。この辺からね、みんな学校で習ってるんですよね。いや、僕習ってないですね。意識ではね、習ってないかもしれない。じゃあ漢方の交わりとは何なのか、はい、で、どうしてじゃあ清の漢方覇者になれたのか。はあ、清の漢方はですね、もちろん清という国に生まれてますけど、うん、兄弟が3人いました。はい、でそのうちの一番上のお兄さんがですね、お父さんが死んで後を継ぐわけなんですけども、うん、一応まだこの時は国がいっぱいありますので、自分たちは人質に他の国に出されます、うん、ああよくあるね、同盟関係のあれで、ね、出されます、ね、ところがお兄さんが死にます、あ、うん、ね、亡くなっちゃう、跡目を継がねえか、ちょっと自分か弟なんです、うんうんうん、というかまあ自分が一番下だったんでね、はい、一番下が自分かお兄さんなんですよ、あでやらねえか二人のどちらか、で国の方から姓の方から戻ってきてください、うん、指令があります。で戻ってきてくださいって言った時に、うん、自分たちがいる、うん、お世話になっている国の王様にそれを言います、はい、兄跡継ぎが亡くなったんで後継がなきゃいけないんで戻りますと、うんうん、言うとその養っている国は応援するんです、貢献になるんですね、要はそれによってその国での発言権を得れるから、あ、はいはい、パワーバランスが変わるので、あ、じゃあって言ってやるんですよ、うん、でその中に行った時に、うん、この兄である王子の中に、うん、この漢中という、こっち書いてある漢中という、まあ、人がいたんですけども、はあはあ、この漢中が、うん、この漢公のお兄さんを、うん、漢公自身を暗殺しに来るんですね、は邪魔者は消さなきゃいけないから、はあ、うん、で実行します。要は移動中に先回りをして、うん、観光が自分の国姓に向かっている途中に弓矢でいるんですよ、うん、すいません、この観光の交わりって漢方の交わりね、ああ、うん、だから今その話をして、ああ、うん、そういうことで、やりますけど、はい、でやりました、でここで矢が当たります、当たっちゃったんで観光死んじゃいます、はい、うん、で観光死んじゃったんで漢中は、うん、あ、これは大丈夫だと思って、うん、自分が支持している観光のお兄さん、これは名前旧というんですけど、うん、旧皇太子と一緒に清の国に戻ります、うんうん、そしたら、うん、殺したはずの観光が即位して観光になってるんですよ、うん、あら、あれと思って、うん、わけもわからず元の自分のいた国に戻ります、はい、お世話になってた国に、うん、そしたらこの実は矢が帯の留め具に当たっていて、漢光は死んでなかった、うん、あら、ただすごいのは漢光もそこですぐ死んだふりをした、うん、あ、やるね、うん、で結局漢中勘違いして、うん、殺したと思って来たんですけど実は死んでない、はい、で死んでない上にその漢光はそのお兄さんのいる旧王子のいる国に対して、うん、あの王自分の兄が生き残ってると、うん、またいろいろと問題だから殺してくれと、うん、ただし、うん、自分を殺そうとした漢中は、うん、自分の手で裁きたいからこっちに返してくれと、うん、で返します、返させます、うん、で漢中は帰ってきました、で漢中を殺そうとするんですけど、うん、自分のおもり役である方祝賀という家臣が、うん、待ってくださいと、うん、漢公自身に、うん、あなたがこの清の国一国だけでね、うん、満足するんだったら、うん、私一人でも大丈夫ですと、うん、ただ覇者になりたい、天下に名を成したいと思うんだったら、うん、漢中でなければ無理ですと、はあ、いうわけですよ、はあはあ、で漢公も、まあ、自分がずっとお世話になってる、うん、その方祝賀から言われたので、うん、まあ、しぶしぶって言って漢中を、うん、最小にするわけですね、はいはい、一番上に持ってくるわけですよ、で好きにやってみろというわけです、うんうんうん、あと逆にそのおかげで彼は覇者になれるんです、はい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 、でこの方祝賀というのは漢中を推薦するわけですよね、はいはい、ちょっと待ってこの人は絶対使えるから、はいはい、で自分の上につけるんですよ、はあ、罪人を、はいはい、これが漢方の交わり、自分の利益にならないかもしれないけども、うん、もっと大きな利益のためにすること、うん、でこの漢方というのは交わりというのは何かというと、実はこの漢中と方祝賀は幼馴染なんですね、
幼なじみでライバルの王子に仕えて、はいはい、結局立場が逆転したんだけども、うん、漢中の才能を知っている方淑画は、うん、自分よりもこの人を持ってきたのが絶対覇者になれるから、うんうんうん、でそれで自分が立場が悪くなるかもしれないんですよ、はいはい、そんなことは関係ないんですよ、うん、それがこの漢中がすごいんでと、うん、いうことで進めて自分の利益よりも、うん、もう関係なくその相手をね、はいはい、進めるこの漢方の交わりと友情を漢方の交わりという。へえ。今でも国語辞典に載ってます。だけど使ったことないんですけど。使いませんね。水魚の交わりは使いますよね。この後に水魚の交わりが諸葛孔明と劉備のやつができてきたんで、はあはあ、こっちが薄くなってるのは事実なんですよ。そうだよね。全然知らないもん。うんうん、なるほど。で、はい、で2番目。はい、で次が次じゃないんですよ。実はこの間にさっき言った8人の中からボコ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 それっぽい人がいるんですけど、はあ、とりあえず2番目に覇者であろうともう鉄板視されてるのが真の文庫、はいはいはい、で真の文庫は放浪の覇者と呼ばれてます。はあ、放浪の覇者っていうことはこう自分の家を持たなかったような、まあ近いですね。で国を持ってない。でさらにこの人はですね、春秋戦国時代の中で500年間の中でですね一番評判がいいんですよ。何自分の土地も持ってないの名君と、はい、もう一番もう優れてるのは誰って、もうほや文庫、真の文庫でしょうと。だから文庫と呼ばれてるんですけどね。これこの前ちらっとお話しましたね。はい、あの送り名の話。送り名、すいませんごめんなさい、もう一度教えてください。じゃあ後々話します。すいません。あの中国も日本でも、うん、一番上の人が亡くなると、うん、その業績に値する言葉を漢字を当てて名前にしますね。あ、はいはい、送り名というやつ、いわゆるあの昭和天皇前 の, 皇, あの 天, 皇あ天皇なんかそうですよね、はいはいはい、まあ中国の皇帝とか王様も一緒です。なので真の文庫が生きてる時代は、うん、真の文庫とは一回も呼ばれてません、はいはい、死んでから文庫と呼ばれますけど、これがこの文庫という名前がついたことだけでもう名君なんですよね。もうこの文という字をつけられるってことはもうそれだけでも尊敬されてるんです。もう間違いなくこの人はいい人。文がなんでもうなんかいい。これはあの一番昔周の始まりの時に周、はいはい、を起こしたのが周、の起こしたのが、まあ、武王という人が結局周王朝を開きますけど、はいはい、そのお父さんに文王という人がいるんですけど、この文王の徳文のおかげで殷を破って周は天下を取ることができましたので、徳文がある人に対して文というのはもう絶対つけるんですね。そういうことですか。で日本の伝統もそれに習ってつけるんですけど、日本は当てにならないんで、他にいろんな政治的なあれが入ってるんで。ああ、うん、そうなんだ、うん、ただ中国の場合で文の字使ってればよっぽど悪いことないです。あ、うん、でまあこの逆に武という字がつけば大体勇ましい武力に強い人のことですね。武帝とか武王とか、うん、そんな感じ。おでこの文庫どういうことかというと、19年にわたる放浪の上にですね即位することができます、うん何かというと同じです。お家騒動が起きて、はい、王子の頃に出なきゃいけなくなった。よその国に出ました、うんうん、で出て自分の国に戻って即位するまでが19年ぐらい。あで下に書いてあるこれだけの国を動きました、はあ、スタートここから出奔しました。あこっちか、うん、でそこから生を経て宋を経て宋を経て帝、はあ、を経て宋を経てで最後死に凱旋してきます、はいはい。じゃあ下の丸ペケ三角何かっていうと、はあ、待遇です。はあ、正の国に行って歓迎されました。宋、はあはあの国に行って邪険にされました。宋の国に行って微妙です。帝、はあの国に行って邪険にされました。宋の国にして歓迎されました、はあ、で最後帰りました。で、はあ、じゃあ彼の何が名君なのかと、はあ、ちょっとこれ僕の、はい、これを拾いたい。文武両道と言いますが、うん、文と武はどちらも尊敬されます。そう、それはここです。ここ周王朝の文王と周王、武王と文王の関係からそうなってます。文武だから我々さ、うん、あの文武両道って言うとさ、うん、文はどっちかっていうとお勉強に思うよね、うん、武はまあ、あの運動とかなんかになるけど、うんうん、これもこれでありなの。まあ、一番最初はそうでしたからね。あ、じゃあこれがもともとスタートで、あのそうそうそう日本の方でちょっと、言葉のニュアンスが変わってったっていう感じですかね、うんうんうん、はい、わかりました、はい、どうぞ。まあ文と門の違いもあるんですけどね。はい、これ文っていう字門っていうじゃないですか。クモンとかクモン、あの呼び方の違いも実は意味があの違いに関わってくるんです。
あ、そうなの。そう、まあ門無領土とは言いませんけどね。はあ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 、でこれがあって、はい、まあスタートしていきますよね、うん、まあこの中で何がじゃあこの人が評判がいいかというと、うん、この国にある秘密がありますね、はあ、結局この人が天下を取って覇者になりますね、うん、で国集めて覇者になりますね。で覇者になるとやらなきゃいけないこととしては、うん、まず王室を建てることで、あとこの国たちの間のお家騒動だとか、うん、いろんな喧嘩だとかに仲裁に入らなきゃいけない、うん、はいはい、要はこの中で敵味方を分かれて戦うときにどっちかについて、いわゆるパワーバランスを覇者がやらなきゃいけないんですよね、うんうんうん、その時の基準をこれを使ったんです。この文豪は、ほう、要はそう、自分が覇者になった後、宋と帝に関してはすぐ吸収しました、まあ、滅ぼしちゃいました。はあはあ、要は自分にあんまり扱い良くなかったから、うんうん、でこの、まあ、宋に関しては微妙なんですけども、うん、宋、はい、この宋の王様の時に、うん、いろいろこう宋の王様が歓迎してこう扱いを良くするわけですね、うん、家もあげて、はいはい、ね、奥さんもあげてってやった時に、うん、ある時この宋の王様が、うん、これだけ私はあなたにいろいろ尽くしました、うんうん、でもしあなたがこれで秦に帰って、うん、王様になった王位にな即位した時に何を返してくれますか、はいはい、聞くわけです。あーはー、文王まだ帰れるかどうかも分かりません、文王、はいはい、ね、なのにそんなこと言われちゃった、困ったなと思ったけど、文王が答えたのが、うん、分かりました、じゃあこうしましょう、うん、もしやむを得ず、うん、自分と祖が戦わなければならなくなった時に、うん、3日分だけ引きましょう、はい、3日進む進軍する分の距離だけ下がりましょう、はあ、そしたらその王様は笑いながら、これは気の利いた恩返しですね、はあ、じゃあ楽しみにしてますねっていう約束をしたんですよ、はあ、口約束を、はあ、そしたら真に見事帰れました、はい、ね、で覇者になっちゃいました、はい、で実は覇者になるための最後の戦いが祖だったんです。ほう、この祖を破って改名をすれば間違いなく覇者になれる、はい、新文公はね、はあ、その時に勝ってるんです、勝ってくんです、どん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 、はいはい、勝ってくんだけど突然引くんです、三社分3日分、勝ってるのにわざわざ約束を守って、えらい、これでそれが終わった後の改名で全員が文公を信用できる、なんか美談になる、美談になる、そうで、この人は覇者になることになります。なんかこういうこのいいね、いいでしょう、この子いい、日本人好みな、この日本人好みな、はい、これがあれで、次、はい、一応鉄板最後の覇者、はい、その総王です。この人はね、結構エピソードが多い、なぜかというと最強覇者だからです。最強、うん、まあ最強なのは、うん、この名前でわかるんですけどね、今までは漢公、文公、この人は祖王ですよね、はい、王様なんですよ。ほう、ということかというと、だけど覇者が王様名乗っていいかということですよね。あ、そうそうそう、実は祖というのはこっち下手っぴな絵描いてありますけど、はあ、ここに州があるとすると南の下の方なんですね、はい、で当時の中国ってこの辺だけなんですよ、はいはい、要は中澤はあれで黄河の周りだけ、はい、でいわゆる三国志でいう呉とか蜀っていうのは、うん、あれは中国じゃないの、未開の土地、野蛮人、はあ、で、祖はその辺なんですよ。あ、そうなの、そうなの、祖だからそうなんだけど、そうなの、はいはい、そうなの、なので、はっきり言って州王室なんてはぁ、あ、って感じなんですよ、はあはあ、いいじゃん、力が強ければ王様名乗ったってクラスなんですよ、この辺、はあ、だから僕王様ね、みたいな、はぁ、あ、で、そんな中で出てくるのが、うん、このカナエの慶長を取る、覚えてますか、ここで習ってますよ、アルベージ君。はい、この言葉覚えとる。カナエの慶長を問うという慣用句ありますよね。これ慣用句ですよ。カナエの慶長を問う。カナエ。わかりません。まあカナエというのは三本足のまあ器なんですけど、はいはい、青銅製で作ってる、重いんですね。はあはあ、実際重いんですけど、うん、これが要は権力の象徴なんです。当時の中国は。ほうほうほう、で。その総王はですね、はい、あまりにも絶大になって覇者になった時に、うん、その周王室の使者が覇者になったことをお祝いに来るんですね、はあはあ、覇者になりましたねみたいな、はあ、その時にその使者に向かって、はあ、周の都には、はあ、権利王権を示す叶えがあると思うんだけど、はあ、それって重いの軽いの、はあ、聞くわけです、はあ、でこれは王室を
支えてる人間からしてみると絶対に聞いちゃならないことなんですね。要は何が言いたいかというと、それって持ってこれるもんなの、持ってこれるもんなの、持ってこれるとしたらどれぐらいの人数がいるのってことをこの人は聞いてるんですよ。要は王権の象徴である家内を俺は欲しいんだけど持ってこれるそれって聞いてるわけです。無礼極まりないことなんですね。ああいかんねえ、うん、いかんねえ。でもこれは無礼極まりないって意味ではなくて、それだけ天下を伺ってるんですね。だから日本でも何かを言った時にこう例えばこう社長副課長とか重役の中で、あの重役がこうそういや社長は最近こう体調はどうなのかねとかって言った時にダメですよ、家内の傾聴解いちゃうみたいなことを言うのはそういうことなんですよ。要は野心があるなと思われちゃう。家内の傾聴というのは自分から野心があるって言ってるのもんですかね。そういう意味ですか、うん、なんかかっこいいね、うん、それで。もう一個これ皆さんあんまり知らない、はい、鳴かず飛ばずって言葉してますよね。あ、鳴かず飛ばず、はい、うん、この人が語源なんですよ。鳴かず飛ばずってパッとしんパッとしんところが鳴かず飛ばず、この祖の僧はですね大変優れた王様で、はい、で大変優れたんですけど、即位した時に、うん、もういきなり、うん、俺のやることを、うん、いちいち叱ったり諌めたりするもの、還元するものね、諌めたりするものは死刑。俺の言うやることに文句を垂れるなよ、意見するなよ、したやつは死罪。すみません、わすげえわがままと言って3年間遊びまくります。はで3年間もう好き勝手やってるんです、遊びまくって。ああ、その時に御所という、 あのお守り役っていうか、ああ重臣の側近の一人が例え話をして、うん、王に例え話をするんです、うん、鳥が丘にいます、うん、この鳥は3年間飛んだことがなく、うん、3年間泣いたことがありません、うん、これは何という鳥でしょうかと、はい、王様に遠回しに言うんですね。はははうん、直に言うと次第ですから。そしたら王様が、総王が飛ばないのは羽を作ってるから、で泣かないのはじっくり下界の民の様子を観察するためだ、でもし飛んだら天まで登るだろう、泣いたらみんな驚くだろう、あもう言うな、私は知っている、あっていうわけですよ。でも遊ぶんですよ。あ質問に答えた時に遊んで、それを見かねてもう一人の祖従というまた部下が側近が言うわけですね、同じことを、うん、もういい加減にしたらどうですかと言った時に、王がお前俺が言ったことを聞いてねえのかと、うん、還元したら殺すって言ってるじゃん言った時に、その祖従が好みを犠牲にしてでも、うん、君主を名君に育てるのが私の務めですと、かっこいいじゃん言った時に、はあ、王様がそうか分かったと言って、はあ、この二人に政治を全部任せちゃう、はあ、でそれまで3年間に遊んでたやつ、はあ、私腹を肥やしてたやつ、はあ、全部やめさせます、はあ、で朝廷を一新させちゃうんですよ。つまりこれは餌ですか。だから鳴かず飛ばずって悪い意味じゃないんですね。ああ、そうなの、うん、で、うん、これに対して、うん、後日談がありまして、はい、要はこの文章にも中国の中に漢碑誌という、まあ、書物があるんですけど、その中に君主たるもの、うん、身分自分のね好き嫌いを臣下に悟られてはならないという、うんはいはい、中国の有名なこと考え方があるんですね。あ要は何でかというと、うん、自分の部下に自分の好き嫌いを悟らせなければ、うんうん、部下は顔色を伺うことができないので、はい、自分の考えで動くんですね、はいはい、王様の機嫌を取らない、取れないから。あそうすると逆に王様の方はそれを見ながら あいつはこうやって動くんだ、うん、あほじゃこいつ使えるなとか、うんうん、あれ全然動かんだこれダメだなっていうか判断ができるわけですよ、うん、だから逆に言うとできるだけトップというのは下に対して好き嫌いと好みとか思考が分からないようにしてた方のが結果としていいと。なるほど。で、うん、劉備玄徳はそういうふうに描かれてます。劉備玄徳の一番最初の説明のところに 手が長くて膝まで届いて耳たぶを振り返れば耳たぶが自分に見えて、だけども表情はその顔に表さず誰を考えてるかわからない青年って書いてある。それはつまらないパッとしない貧乏なわらじ売りの男という意味ではなくて、こういう意味なんです、うん、後々名君英雄なんだぞという。ああ、英雄はこういうもんだよ。そう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 。あこれちょっと
紹介しましょう、約束を守ったことでメイ君ということは約束を守らないのが普通だったんです。これが中国ですだから中国で約束を守るということは、はあ、本当に素晴らしいことなんですねと、はあ、いうことは逆に言うと当時本当に守られなかったんですねきっと。約束なんてもう破るためにある。そう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 。あ、そう、なるほど。で、うん、この3人が鉄板と言いましたが、はい、じゃあそれ以外の方々、実はそれ以外の方々も結構面白いエピソードがみんなありまして、はい、もう一つはこのさっき言った宋の上子、はい、とこなんですよ。この方は宋上の陣ということわざの人です。すいません、宋上の陣という、これ知ります。宋上の陣という人なんです。酔っ払いにそういうこと聞くで、宋上の陣とは何かというと、はい、日本では今無益のあの無益な情けね、はあ、タイミングを得ていない哀れみ、はいはい、要はまあ見当違いな同情みたいなことで、はいはい、ちょっと笑い気味に取られますけど、はあ、中国、当時の中国では国の大臣にあっても大礼を忘れない立派な行為である、うん、要はこの宋の上皇の行動こそ、うん、この宋上の陣という言葉になったエピソードこそ、うん、春秋時代が春秋時代であるがための理念を象徴しているんです。その理念とは君主の戦い、君主としての王道波動、はあはあ、真の波動とは何なのかということなんですけども、何やっちゃったかというと、うん、要はさっきも言いました春秋戦国、小さな国と揉めますよね、はい、で宋の国も小さい国なんですよ、はい、で隣の国と戦った時に、うん、簡単に言うと戦場になった時に、うん、川を渡らなきゃいけない戦いだったんです。川を挟んでの、はいはい、でその時に敵陣が攻め、うん、来て川を渡ってたんですね、うん、その時に上皇の方側は、うん、今ですと、うん、今攻めればまだ奴らは川を渡りきってないので、うん、体勢を整えてないし後ろから襲うことなので、うん、必ず勝てますよって言いました、うん、上皇は卑怯である。おおそれは卑怯である、はあ、君主のやることではないとバッサリ切って、相手が川を渡り切っちゃって、はあ、陣形を整えるまで待ちます。これで負けます。で負けましたで世の中の人はバカじゃねえのと言うんですけど、うん、孔子をはじめ当時の勉学に使った偉い人たちは、はあ、皆立派な行為であると、はあ、それこそが君主のやる務めたるものの戦いであるということで一躍有名になりました。ただ、うん、あまりにもそれではいわゆるね、実際じゃあそれってどうなのよ、綺麗事、完全に綺麗事なんですよ。あ、綺麗事。なので結構日本ではどうちょっとずれちゃってるねみたいな感じで失笑を買う感じで。ああ、これちょっと面白いですよ、うん、英雄にならない庶民の場合、何を考えているかわからない人は何も考えていない人がほとんどだと思います。まあそうですねそうなんです、 すごいね。そうなんですよ、うん、僕このキララシティさんのこの言葉これちょっといいね、名言だね、いいね、名言だね、うん、まあこれ宋の上皇、うん、で次にで名前出してた、五王高陵、はい、越王高専不座なりますね、うん、これはね五越の戦いという、まあ、一個のまあ作りとして有名ですね。五越同州 のそう、これ五越同州の五越、はいはい、要は五越同州の意味合いって分かります？覚えてます？結局嫌いな人たちがそうそうそう、こう一緒になってる、戦ってる人たちが一緒に、要はこの嫌いになってる人たちの代表格の五越です。だから逆に五越という表現で、うん、もう仲が悪いのの代名詞ですよね。なんてその主人公たちですね。で、はあ、五王高陵と不座は親子です。はあ、はあ、親子です。で、はい、越王というのは隣の国の越、高専です。で、この中でその一連の戦いの中に出てくるのはこの賀信昇丹ね、会計の恥、生死であったり、五越同州、まあ生死は生死の人民に習うという一個の文になってますけど、ああ、まあ生死という名前だけに通用しますけども、ああ、こんな感じになってて、そう、歴史じゃなくて国語で習いますよね。はい、うん、五越同州、五越同州、国語で習いますから。じゃあどんな話なのかというと、ああ、これは春秋時代の最後の100年間ぐらいの伝言となりますね。戦国になる直前ですけども、ああ、はいはいはい、で実際五越というのはさっきも言いましたけど、うん、これは、三国志で言うと五、はあ、の国の中の話なので、はあ、田舎の方です、はあ、だからもう覇者同行ではないんですよ、はあ、で田舎の話で、うん、まずこの五の高陵がですね、うん、とにかく一番隣にある、うん、南にある越を領土にしたいもんだから、はあ、越に攻め入るわけですね、うんうん、ところが逆にですね、総攻反撃を受けちゃって、うん、それが元で死んじゃいます、はいはい、で死んだけども何としても、はあ、越を取ら、その自分の、うん、
この無念を晴らしてくれと、うん、父親から言われたこのフサがですね、うん、奮起してですね、うん、この父の復讐を忘れないために、はいはい、自ら自分のベッドの寝床にですね、うん、薪を引いて寝て、うん、その痛みで、うん、この父の無念を忘れないと、うん、これが餓心ですよね。はいはいはい、はい、うん、でそうした努力と、うん、まあ他国から亡命してきた重臣のですね、うん、まあ、ご師匠という有名な人がいるんですけど、うん、この人は屍に鞭打つという言葉で有名な方ですけど、屍に鞭打つ、そうそうそう、嫌なやつだな。自分に恨みを持ってる人間がもうすでに死んじゃったけども、その墓を暴いてその死体にこうやって鞭打ってぐらい恨みを晴らすぐらい憎たらしいっていう意味なんですけど、でこのご師匠の活躍によって呉自体が大きい国になるんですね。で一方結局越の高専の方は、そんな風に父の恨みを持ったフサがいつか攻めてくるということを思ってて、結局じゃあ先に潰してしまえと思って、まあ家臣の反対を押し切って呉に攻め入るわけです。はいはいはい。ところがもう、はっきり言っても、充実、大国になってる呉がですね、うん、返り討ちにするわけですね。はあはあ、その中で高専がですね、捕まっちゃうんですけど、うん、このさっき言った呉師匠が高専を殺せと、うん。なぜかというと、はい、下にあるから、もし呉が覇者になろうと思って、うん、中央に出てこうとした時に、うん、後ろから襲われる可能性があるから、うん、もう越は潰しておきましょうと言うんだけども、うん、フサはいやそこまでする必要ないでしょうと、はいはい、もう本人も降参するって言ってるんだし、うん、やっと命だけは助けましょうと言って命だけは助けるんですよ、うん、その代わりもうお前奴隷だからなみたいな、はい、王じゃないぞって奴隷の身分に落としてそのまま越に返しちゃうんですね、はいはい、で一応越はまあ属国みたいな扱いになるんですけども、うん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 、だけど越に帰った高専はですね、うん、これを忘れずに、うん、奴隷になりながらも、うん、自分の部屋机のとこにですね、うん、多分クマという話もありますけど獣の肝臓、肝を持って、はいはい、それを舐めながらこの思いは忘れまいと、はあ、これが昇誕、2つはさっきのと合わせて餓死に昇誕、はあ、要は初心を忘れないという意味合いがここから来てます。あの時を忘れないということですよね。この2人のそれを餓死に昇誕、餓死に昇誕、これがその通り始まる。餓死に昇誕という言葉は聞いたことはあるけど、ええ、意味が分かってなかった。確かに一番簡単に言えば初心を忘れないという感じのニュアンスですけど、もともとはこのそのいわゆる自分たちのやられたことを忘れないようにするために精進するという意味ですね。こんな難しい字じゃ多分忘れちゃう。だからねこれ結構書き取るもんで出るんですよ、虫食いでさ、はいはい、うん、で出てやってるわけですね。で結局またキララシティさん、うん、やっぱ彼はね賢いな、賢いですね、うん、カンピシにカッコ書きで書いてくださってるとこが僕が読めないだろうということが分かってる、うん、には人を信じる、人を信じることは、君主にとって有害無益、うん、人を信じることにことは、人に制圧されることに他ならない、進化だけでなく自分の妻と子さえ信じてはいけないと書かれています。ちょっと待ってよ、こんな疑り深い人生、まあ、漢詩は東洋のマキャバリズムで読まれているぐらいの、まあ、文学で、いわゆる諸子百科でいうと法科、うん、法科という法律法の部分で結構有名なあれでなりますけど、ああああ、この漢詩の思想に大変共感したのが後の秦の始皇帝です。で始皇帝はこの人のあれをそのまんま実践していって、帝国を作りますの基礎を築きましたね。ほーで殺したのも始皇帝なんですけどね。死に追いやったのもあの人なんですけど。へー、で僕も漢詩は中学校の時に読みました、感動しました、うん、大変危険です、ね、考え取り方間違えるとね、うん、だってこれもう最悪やん。だからでも完全に冷静に現実主義なんですよ。めちゃめちゃ現実、そう言われてみれば否定がしきれないんですよ。確かにそうかもしれんみたいな。ただそれではちょっとどうなのよっていうところになりますよね、うんうん、それはそう思ってくれれば問題ないんですけど、でまあこの越王をね自分らで、うん、越のすぐ南にあるのがもしかしてベトナムですか、まあ地図が当時と今では違いますけど意味合いはそうですね、越の南にあると、要は越が一番南だと思ってるんで、あ、うん、それでベトナム、
もうみんななんか賢い、はい、で結局その不佐、うん、の方はですね、はい、もうこの光線をもう自分に無害なものにしたので、うん、もうこれで意気揚々と覇者になることができると思って中央に出てくるわけですよ、うんはい、で覇者のやることといえば、うん、他の国の仲裁忠誠だったりとか、うん、いろいろこう世話焼きだったりとかやるわけじゃないですか、うんうん、ところがですね、うん、あのとにかくあのそれによってこう鼻がでかく高くなっていくわけですね、うんうん、でどん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 鍛え鍛えていくけども、はあ、ご師匠が、うん、あの光線は油断なりません光線は油断なりませんと言うわけですよ、はあ、で夫さんの方はだってもうあいつ庶民じゃんみたいな関係ねえじゃんって言うけども、はあ、あの言うわけですね。でやった時に結局もう鬱陶しくなってご師匠を殺しちゃいます。あら自害に持ち込んじゃうんですこの夫さんがね。ああ、うん、ただその時にはあ、この越の国にはですね、はあ、ここには名前出してませんけど、はあ、判例というめちゃめちゃ頭の切れる部下がいたんです、はあ、で、うん、判例が光線が奴隷になってゴソゴソしてる間に1個手を、うん、2つ手を打ちます、はあ、1つはあの5の房に側近である部下に対してとにかく賄賂を送ります、はあ、賄賂を送ってできるだけ越の方に意識が向かないようにします。フサがエツの話をするといやーもうエツはだってほら王様がケチョンケチョンにやったから心配することないですよって言ってあそうだよな関係ねえよなみたいなことをやらさせますね、はあ、でもう一個は美女を送ります。もうやっぱりそっちこれが生死と呼ばれる美人、うん、で言葉では生死の潜みに習うという慣用句があるんですけど、はあ、潜みっていうのはこう顔をこうやってやることですね、はあ、で精子が美人なんですけど、うん、こうやってこうちょっと今日は私偉いかなみたいな顔をした時が、うん、めちゃめちゃ綺麗だったらしいんですよ、うん、でこの時代の女の人は、うん、みんなそれを真似してたみたいなねで精子の瞳に習うっていうのが、うん、あの自分はそんな資質がないのに、うん、いわゆる猿真似の意味合いですね。あなるほど。でそれぐらい美人でこの精子にこの判例の思惑通り、はい、フサが溺れます。溺れちゃったで中国の今まで繰り返してるのが歴史上を女に溺れるとどうなるかというと、うん、もうやっつけられちゃう国を滅ぼしますよね。あ滅ぼした。でここから出たことは警告の美女ですけどね。国を傾かせる美女というのはこういう人たちのことを言うんですけど警告の美女ってそういうこと。そういう意味です。国が傾くわけないじゃんか女一人でというふうに日本の考えでは思うんですけど過去中国にはそれでしか国が傾いてないぐらいなんですよ国が傾く限りには絶対女がいるんで中国は。それが惚れた女か奥さんの権力欲なのかわからないですよ。だけどとにかく女絡みなんで中国は全部で警告の美女という言葉が生まれましたけども、で結局フサはそうなった時に光線に逆襲をされてしまいます。はい。で負けます。はい、でその時に命乞いをします、はあ、お前を俺はあの時助けたじゃないか、はあ、だから俺も助けてくれよ、はあ、そしたら判例が出てきて、はあ、彼は王がいわゆる光線も、はあ、あのご師匠が殺せと言いました、はあ、でそれに対してフサが、はあ、いや殺す必要はないだろうと言った、はあ、で逆に言うとそれを決めたのは王様なので、はあはあ、光線にこの草を殺しますか生かしますか、うん、って言った時に光線は殺すあと言ったので殺死ぬことになった自分で、ただ殺すのは一応助けてもらった身なので申し訳ないから自害しなさいと言った時に草があのこれではあの世でご師匠に合わせる顔がないと、だから私が死んだら顔に布をかけてくれと言って自害した。これが五越の戦いの全部の話なんだけども、へえ、この人でただこの人たちもさっき見て分かる通り、祖の総王にしてもこの人にしても王と名乗ってますよね。要はもう周王室なんか関係ないんですよこの人たちには。ああ田舎なんで。そう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 。なるほど。でこれがいわゆるそこまでこの時代が春秋の時代の終わり際、はいはい、最後の100年と言いましたよね。でまあこれからまとめに入りますけど、うん、中国古代史っていうのを今僕今日からやってきまして、はい、その最終、はい、まあどんなのかというと、ずっと今今日話してることの昔、うん、三皇五帝という人たちがいた時代から、はい、まあ元王朝の頃まで、はい、元寇ですね日本でいう、うん、あそこまでのところを言います。でその間に、うん、今日話をした春秋五派、うん、あと秦六家、あと戦国七雄、あと戦国四君子、諸子百家、今日ちらっと言いましたね、で出た始皇帝などなど、キーワードがいっぱいあるわけですよ。
はあはあ、でこのキーワードごとで知ってても面白いし、全部知っても面白い。はあ、ね、この中国古代史と AKB48 って、ああそうそうそう、意味が分かる。要は中国古代史って莫大に長いんですよ、1000年ぐらいあるんで、はいはい、まあこれを AKB だと思ってください、ね、だから全部好きになるのもいいんですよ、はいはいはい、でも、うん、その中にある戦国時代春秋時5派だけでいいんです、戦国七遊だけでいいんです。始皇帝のところで、真のいわゆるところだけ、新幹線でいいんです。その一部だけでも興味を持てば、ね、結局、うん、リンクして全部の流れを読まなきゃいけなくなってくるので、なるほどね。だからそれは、うん、AKB から出てるちっちゃなユニット、各チームだったり、はい、そういう個人だったりね、はいはいはい、誰か一人でも興味を持てばっていうのと一緒で。ね、うん、まず最初は、結局AKB の誰々さんそうそう不安になって、だんだんと知っていくみたいな感じ、ね、そうそうそう、今日で言えば真の文豪から知ってって、はいはい、春秋時代を知ってみたいな感じで、うん、いやすごいね、もうなんか賢くなったよね、気になったよ。ちなみに次回話すのは、はい、歴史の流れ上この順番通りいきますね、はあ、秦の陸系という話になります。明日はこの秦の陸系から戦国時代に移るまでの間、はあ、どうやって戦国になったのか、でなぜね、この陸系ってこう豪という字じゃないんだね。陸系違います、系要は系貴族です。あ、貴族って何、うん、何々教とか言いますね。はい、何々教、うん、あの貴族です、はいはい、要は秦という国は、これはさっきの文公の秦です、うん、あの国の6人の貴族という意味です、うん、あーはーはーはー、この6という数字はあんまり意味はありません。これ代表的な6家なんで、はいはいはい、要はこれ何かというと、これ下克上の話です。あ、じゃあそこの何、あの人たちが、うん、なんつーの、こう王座を争って戦うみたいな感じですか。要は下克上ということは、下の者が上の者をあれやるわけですね、うんうん、要はこの秦という国ね、文侯が亡くなった後にまたお家騒動みたいなのが起こるわけなんですけど、うん、はいはいはい、今度のお家騒動はちょっとわけが違うんですね、はあ、今までは王子同士だったやつが今度は貴族間になるんですね、はあ、貴族が、はあはあはあ、でその貴族間がギシギシ、いわゆる相手を蹴落としなり、はいはい、協力したりなんかやっていくのが、はあはあ、ちょうどこの代表されるのが秦の六家と言われる秦の6つの家、はいはい、6つの家ですね、うん、これを経て戦国時代に入っていくわけです。あー、なるほど。でこの流れを知っていくことによって、その戦国の中、戦国七遊、これ戦国時代の7つの国という意味ですけども、うん、その中にあってこの戦国の四君子、四君子ってお酒の名前であるんですよね、実は、はい、うん、あるあるある、 なぜじゃあお酒の名前に四君子をついてるのかということはここでわかりますね、これ僕すごいと思うんですけど、はい、あの戦国神セブン、あ、そう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 、これあれだよね、そうそうそう、 AKB の、 AKB、 そうそうそう、要はそういうことあれだよね、うん、あ、なるほどね、もう中国こういう数字の語呂合わせが好きなんで、あ、うん、いや勉強になるな、おい、なのでまあ春秋五派、うん、で覚えてるとしての、これ春秋という時代にはまだルールがあった、うん、え、まだルールが、で戦国になると日本の戦国と一緒、うん、なぜ戦国時代なのか、もうルールがないんですよね、弱肉強食。でもその弱肉強食になるきっかけをつかんだのが、うん、この秦の陸系と呼ばれるこの一連の流れがあってからこそ、あ、つまりこの秦の陸系というこの部分を学んどかんと戦国の面白さがわからない、わからないんですよね。なるほどね。でその面白さが分かって、陸系というこの貴族というものの立場が分かっている時に、この戦国の四君子というものがどんな方々なのか、なるほどね。なんか、うん、中国のこの夏の歴史っていうのもあれだね、まだこの段階でもまだ日本は縄文時代、ね、一番最初に申しますか、一応、うん、春戦国ね、一応この辺まで縄文だから、戦国の半ばか俺ぐらいから弥生時代にやっと入るんで、まだまだまだ、まあ、まだ稲をそうが来たぐらい、まだまだ、あ、なるほどね、のどかだね日本は、うん、でこの時にもう中国では、うん、いわゆる諸子百家と呼ばれるように、さっきの漢詩もいわゆる放火と呼ばれて、この諸子百家の中の一人ですけど、それぐらいもう、やんだろう、いろんな思想というか、はいはいはい、あれが出てるわけですよね。要は諸子百家というのは儒家であったり、道家であったり、放火であったり、評価であったり、標価であったり、うん、で結局そういう諸子百家が、うん、この春秋から戦国にかけての歴史の流れを作っていくんですよ。
へえ、すげえ。で結局春秋時代はあくまでも王様クラスの人たちが主人公なんですよ、うんうん、でも戦国になってくるとそうではなくて、うん、ああいう諸子百家とか、はあはあ、あとこの貴族とかそういう 王家ではない人たちが、もっと下の人たち がスポットライト浴びてくる。あ、なるほどね。なんかすごく分かりやすい。そこで価値観が変わってくる中で出てくるのが始皇帝なんですよ。でこの人が新しい中華帝国、中華を作るんです。ああ、つまりヒーロー。ヒーロー、まあ、ある意味では本当の英雄なんだけど、そういう評価今のところ日本でも中国でもされませんね。なぜかというと悪い面ばっかりいっぱい出てくるんで、この人も。あ、そうなんだ。でこの人と共通点がある人は、うん、一番最初に言った清の観光、はあはあ、と日本で言うなら豊臣秀吉。あ、つまり、まあ、もしかして貧乏人からスタート？違う、終わりが悪すぎるんです。あ、終わりが悪いのか。清の観光は、うん、実はさっきあんまり話しませんでしたけど、秦の文庫が来た時にですね、秦が文庫がいろいろさまよったっていう話をしたじゃないですか、はいはいはい、でここで姓に立ち寄ってますよね一番最初。あ、この時って漢光が生きてるんですよ。漢光、はあはあ、が生きてる時に来て、はあ、要は漢光が人材を求めてるだろうと思って行くんですね、はあはあ、ところが行ってしまうわけで漢光が死んじゃうんです。はいはい、で死んだ時に跡目の争いが起こるわけですよ、はいはいはい、で争いが起こって結局入れないから移るんですけど、うんうん、この争いがどれぐらいひどかったかというと、漢光死んだのに葬式あげてもらってないんです。ありゃ。死体がそのまま放置されてる。あいや。で、宇治が湧いて、その宇治が廊下まで這い出して出る。わお。ほったらかしにされてる。あら。それをもう自分の主君が死んだのを忘れて、みんな後継ぎの争いに燃えたんです、王子たち。それぐらい国が荒れちゃったの。これはひでえや。うん。ね、始皇帝も一緒ですよね。はじめは戦国の七雄を統一して秦という統一国家を作るけども、結局統一してからは不老不死に溺れておかしな方向に行きますよね。うん。豊臣秀吉も一緒ですよね。天下を取るまでは英雄ですよね。英雄だった。だけど天下を取ってからおかしくなりますよね。おかしくなっちゃったね。うん。で結局最後うだうだで後継ぎのことでもめダメにしちゃいますよね。ダメでしたね。うん。一緒なんですよ。そうなるとどうなるかというと、晩節を汚すと、うん、結局後の評価がかなり低くなる。結局終わり良ければ全て良しだね。そうはい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 。あ、ちょっとキララシティさん、はい、人間が、欲望によって動くというのは何千年も変わりませんね。大げさに言うと性悪説が学べますね。そうですね、性悪説が正しいんじゃないかと思っちゃうんですけどね、うん、この辺は諸子百科の方で詳しく話したいと思います。まあ今日はこんなところで、とりあえず春秋時代のお話ということで、はい、なんとも非常にお勉強になりましたね。はい、じゃあそういう感じで、はい、今回の、講義はですね、ここまでということで、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、また復習しておいてください。復習してください。はい、